写真拡大。ヤクルトが2月23日のオープン戦初戦阪神戦浦添にガチンコオーダーで臨むことが19日分かった。小川敦史監督61は青木もそうだしオープン戦から全員出しますと明かした。キャンプ第3クールまでは若手中心で実戦を行ってきたが、21日の DeNA 戦浦添で山田哲、バレンティン、雄平が出場予定。阪神はシーズン開幕戦3月29日、京セラの相手でもある。昨季は15勝10敗と勝ち越し、10連勝でシーズンを終えた。指揮官はキャンプ中なので、まだそこまで意識することではない。打席数を調整していくことが重要と説明したが、虎をお得意様にし続けるには、叩いておきたい。昨年再起を遂げた勢いを躍進に変える。